最近本とかよくさ立ち読みしに行くじゃない。うわよくなんか人と同じ本が読めますね。なんで汚いじゃない。あそう、私なんかもう本なんか読めないよ、読めないよ。これはもういいよ、これいいよ、もうさっきのね三島さん、これいいよ、本いいじゃない。だって誰がこんな文に汚く読んだかもしれないし、うん、匂い嗅いでごらんなさい、臭いかもしれないし。臭いってそんなことない。じゃあ何、あなたは友達が本貸してって言っても貸してあげないの、ダメダメ。他人と本貸したりするとね、うん、嫌な人って絶対ねこのページにね、鼻くそもどきっていうのつけてくるでしょ、絶対。確かにもどきみたいなのはついてるよ。ちょっと誰こんなことしたの、誰の鼻くそ。やめてたのもやめて、気持ち悪い、汚いな、もうやめて、もう誰、えのぼっち、えのもとに貸したんだろ。食って確認しなくて、だって聞き鼻くそしか、いや名人、いやどっちでもいいよ、名人、名人、いやこだわんなよそんなこと。じゃあ何、ほんと嫌な人ってね、ページの間にねちっちゃい虫とか挟んでくるでしょ。あーまあね、うん、バーンと押し虫よ、夏とかは特にね、あるある、ね、もうやめて、気持ち悪いだね、こういう虫もう虫、ごめんね、やめて、こういうのやめて、もう吹き出し書いて、痛い、助けて、書くだろ。楽しいじゃねえかそれ。お笑い漫画道場とかでよくやってるよ、楽しいよ。やってください、どんどん。いや雑誌読まないわけ。いや私はまあ一応女子大生ということで、はいはい、まあ、読む雑誌ってまあ一般的なね、うん、JJ、アンアン、はいはい、キャンキャン、はいはい、まあこうイメージタレントで言うとキンキン、響きだけじゃんキンキンって相川キンやイメージタレントすんのよ。なんか奥目テクとか、いや奥目欠点だとする。大体あんなんさ、ああいう雑誌ってさ、やじゃん、欠点を隠すメイク特集してくれるけど、はい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 、もう私のこのそばかす、隠れないもん。ちょっとそばかすは貧乏くさいっすね。失礼なね、そういう場合はですね、大丈夫です、この本に載ってる通り。はいはい、ここ一粒一粒こう赤色に塗りつぶすわけです。いやもう当時家谷に食われちゃってる。誰だよお前は誰だよお前は、家谷貧乏じゃん、なんで赤くすんのよ。わかりました、じゃあこれを一粒ずつ黒色に塗りつぶします、うん、僕これ小学校4年の時にさ、鉛筆の芯刺さってさ、これ4年の時にこれ何度くっこんな刺さって図工のとこ、あとさ、ああいう雑誌さ、よくあるのがさ、なんていうの、おいおいとか言ってくれよ。いやあんたこれ忘れて、あんたちょ、おちょこちょ言えないのもう。本当にごめんなさい。あれはね、あとね、ああいう雑誌であるの、私が言ったのは、はい、くだらないおまじないね。はいはい、まあおまじないとか、まあ小学校 1,2 年の時ですか、私にとも。何か低学年ぐらい、もう真面目に無駄なおまじないに突っ込んでね。例えばほら、好きな彼氏を振り向かせるおまじない。彼の前で手首切っちゃえ。いやないよそんな、その小学生血吹き出してないよそんな、ドロドロなの。いや水芸かよこれ、隠し芸大会がないって。はい、ないって。分かった分かった、じゃあよくあるおまじないの、あの好きな彼の髪の毛をどっかから持ってきて。髪の毛とか確かにあった、持ってきて、キー良好です。キューティクル調べてどうする、キーリュージク、キューティクな、この毛はなんで縮れてるのこれ。今目の前でキューってやつじゃん。縮れて、ちょ何喜ぶ、ちょやん、どこの毛これ、何やん、